池に住む水の妖精はグリム童話の一つ。池の水の精や池の中の水の精とも呼ばれる。粉屋が妻と一緒に暮らしていた。二人にはたくさんの財産があったが、その財産は年ごとに減っていった。ある朝、悩んだ粉屋が散歩に出かけて池のそばを通った時、水の中から音がして長い髪の美しい女が現れた。 この女が水のせいだと分かった粉屋は恐ろしくて立ちすくんでいたが、水のせいが粉屋の悩んでいる理由を尋ねてきたので、粉屋は事情を話した。水のせいは財産を与える代わりに、粉屋の家で生まれたばかりの一番を幼いものをくれると約束するようにと言った。粉屋はそれは子犬か子猫に違いないと考えて約束をした。大急ぎで、 粉屋が家に帰ると女中が出てきて、奥様が元気な男の子を産みましたよと叫んだ。やがて粉屋の家はまた栄えるようになったが、水のせいと交わした約束のせいで、粉屋は心から喜ぶことはできなかった。粉屋は決して子供を池には近づけなかった。時が経って、子供は若者になり、漁師のところで修行をした。修行が終わって、 腕のいい漁師になると、村の名主に仕えることになった。その村には美しく誠実な娘が住んでいて、漁師はその娘を気に入り、やがて恋に落ちた。そのことに気づいた主人が、漁師に小さな家をやった。二人は、心から、お互いを愛し、平和で幸せに暮らしていた。しかしある時、漁師は鹿を追っている時にうっかり池に近づき、水のせいにさらわれてしまった。 女は嘆き悲しみ、池のそばで愛する人の名前を叫んだが、返事は返ってこなかった。やがて疲れ果てた女はその場で眠ってしまい、夢を見た。夢の中で女は歩き、老婆の住む家を見つけた。目を覚ました女は夢で見た通りに歩いて行き、やがて老婆の家にたどり着いた。老婆は女を優しく招き入れた。老婆の助けを借り、女は満月の夜ごとに、 金の串、金の笛、金の糸車を池に投げ込み、ついに漁師を救い出した。二人が逃げ出して少し行くとすぐ、池全体が恐ろしい音を立てて盛り上がり、洪水となって襲いかかった。女は、恐怖に駆られて老婆に助けを求めると、次の瞬間にはもう体が、人間の形をしておらず、引き返るに変えられていた。おかげで洪水に飲み込まれても殺されずに済んだが、遥か、 遠くまで流されてしまった。水が引いて乾いた地面に触れると、引き返るは人間の姿を取り戻したが、そこは見知らぬ土地で愛する人の姿はどこにもなかった。二人は羊飼いとなってそれぞれ別の町で暮らしていた。ある時、再びお互いが誰と知らずに出会い仲良くなった。満月の夜に男が金の笛を吹くと、女はそれを聞いて愛する人を思い出し、泣き出した。 やがて月の光がお互いの顔を照らすと魔法が解けたように互いの愛する人だと気づき、二人は抱き合ってキスをした。二人が幸せなのは聞くまでもない。ありがとうございます。